プロキシ、信号の感じだと今から探しに行くデュアルショベルはこの辺りにいるみてえだ。ここは工事エリアじゃねえから俺らにキャロットはねえ。つうわけで頼りにしてっからな。フォローでの探し物はパエトーンの1000倍特許だよ。そりゃ心強えな。よし、まずはデュアルショベルについて教えてやるぜ。デュアルショベルが行方不明になる前の話だが、現場で出た廃材を運ぶために毎日持ち場を往復させてた。見た目の割に身軽で仕事の早いやつなんだぜ。興味あいつなしじゃ回んねえんだ。どうしたベン。あ、いや、今の話を聞いてふと大昔の物語を思い出しただけだ。おお、熱血男児の物語だな。ああ、どうだかな。主人公は確かに男だが、熱血かどうかまではわからない。かいつまんで話すと、巨大な石を永遠に押し上げる罰を受けた男の物語だ。これはあくまで俺の憶測だが、うちの会社の知能機械は日に日に頭が良くなってた。論理コアをアップグレードされたデュアルショベルはついに持ち場を往復するだけのつまらない仕事に嫌気がさしたんじゃないだろうか。それでホローに。持ち場を往復するだけのつまらない仕事だと。ベン、それはちげえぞ。物語に出てきた男もうちのデュアルショベルも毎日立派に筋トレしてたんじゃねえか。本物の男はね、そういう仕事をないがしろにしたりしねえんだ。なんたって筋肉を作り上げるのは日々の鍛錬だからな。それにだ、一見大したことねえような積み重ねこそが魂を昇華させるんだぜ。そうやって磨かれた魂はダイヤモンドより頑丈になる。正直少し心を揺さぶられたよ。プロ騎士、いや兄弟、お前とは気が合うと思ってたぜ。ほら行くぞ。まずはデュアルショベルを見つけてグレースにじっくり点検させるのが最優先だ。道中の障害は俺に任せろ。警告、複数の敵個体を検出。ふん、望むところで。行くぜ兄弟。アンド、勝手に飛び出しちゃダメじゃないか。危ねえ仕事は俺に任せろ。不意打ちだ。チェンジだ。ズルだ。行くよ。
社長、はい、任しておいてください。技術屋に体張らせるわけにはいかねえ。うーれ、あ、ねえ、私の邪魔すんな。うわ、それ、メカでもいじってな。ちゃったよ。これが男のやり方だ。この後も俺に任せときな。社長、任しといてください。気を引き締めろ。こいつは厄介そうだぜ。エテリアスが背負っているのはミキサー？なんというかワイルドだね。止めらんねえよ。完全燃焼。あっち行け。交代だ。逃げんな。真っ向勝負、ぶちかまし、うーれうーれうーれ
らねえよ。マスター、このエリアには未完成に終わった多くの建造物が立ちふさがっています。目標の捜索にはこの隙間をくぐり抜けていく必要があります。あなた様の体格でしたら何ということもないでしょう。補足、エージェントベンビガーについてはいくらか困難が予測されます。兄弟が突っかえちまう。そっちには行けそうにねえな。安藤、その場で待っててくれ。俺たちが何とかする。マスター、ここに留まっていても意味はありません。次の目標ポイントへ向かってください。新たな探索ルートを算出中。だがルート上のエーテリアスはどうする？問題ねえ。こんなの朝飯前だ。せえ、何人たりとも俺たちを阻むことはできねえ。デュアルショベルを探そうぜ。情報を解析しました。残念ながら、依頼目標と推測されます。見ろ、ありゃ確かにデュアルショベルだ。構えやしねえ。俺と兄弟の相手じゃねえぜ。エーテリアスが次々と囲まれた。いくら来ようと俺たちは止められねえ。危険な敵個体が接近中。ちょっと、やりがいがあるってもんだ。ほんと、うちらも行くぞ。落ちる点まであのバカに当てられたのかい。メカでもいじってな。地の底にぶち込んでやる。やっと、どれ、呼んだ。
獲物を休ませとけ。やっと。うちの子とコラボする？行くよ。やっと。はいはい。技術屋に体張らせるわけ。だって、やっと。敵は強い。みんな大丈夫かい？安心しな。この程度のやつとは何遍もやり合ってきた。それにな、男はそうやすやすと音を上げたりしねえもんだぜ。なんねえよ。くらえハンマー。やっと。おちびちゃん代わって。危ねえ仕事は俺に任せろ。援護に来たよ。行くよ。アンド、チェンジ。ネルコは育つぞ。我が子に任せて。おう、おう、来たよ。やった。子供はちゃんと。俺がやる。俺を見ろ。技術屋に体張らせるわけにはいかねえ。これでも食らいな。この子に任せて。1エネルギー最大。逃げんな。私の邪魔すんな。おとなしくして。そうっすね。つうか、なんだよそのボイスは。お前、論理コアが壊れてんじゃねえか。帰って点検すんぞ。病院にガキ連れてくんのちゃうんやで。俺ちゃんは堂々たる男なんや。男だ。男はダダをこねたりしねえ。おお、自分言うやんけ。気に入ったで。ほな男同士真剣勝負といこうか。おう、男同士の決闘だな。マジで行かせてもらうぜ。なめたらあかんね。俺ちゃんのパワーを見せたるわ。ネルコは育つっすよ、社長。ぶちのめ。はっ、来い。燃えてきたぜ。
私の邪魔すんな。止めらんねえよ。逃げんな。落下点は君の前。チェンジだ。あっち行け。危ない。デュアルショベル。なんだって逃げた。俺ちゃんに勝てたら教えたってもええで。真っ向勝負。完全燃焼。イニシャルインパルス。指定直走。これを待ってたんだ。今のうち地の底にぶち込んでやる。子供はちゃんと休み。技術屋に体張らせるわけにはいかねえ。獲物を休ませてくれ。こいつ重機にしちゃずいぶんすばしっこいな。やろう。どさくさに紛れてずらかるつもりで。無駄な努力お疲れさん。そろそろ諦めたらどうや。会社には戻らへんで。俺ちゃんは堂々たる男だよ。しょうもない雑務に収まる器ちゃうねんぞ。待つんだ。業務内容に不満があるなら社内で調整できる。これ以上騒いだらエーテリアスに嗅ぎつけられてしまうよ。ひとまず私たちと帰ろう。フォロー用工業デュアルショベルハンス。チャキラシー、そのダッサい名前で呼ぶな。俺ちゃんのメンツが丸つぶれや。男の名前はな、己で決めるもんなんや。それもパンチを聞いたしっぽい名前やないとあかん。せや、今日から俺ちゃんの名前はな。エーテリアスの向かい。やめんかい。離せジュニー。くそ、俺ちゃんの金星もここまでかいな。男だなんだとほざいといてよ。てめえの覚悟はその程度のもんかよ。自分なんで助けたんや。立派な夢があんだろうが、そう簡単に諦めちまったらもったいねえと思わねえのか。忘れたとは言わせない。俺ら二人の真剣勝負、決着はついてねえだろ。せやったな、安藤の兄貴。待ってくれ、どういう状況なんだ。ツッコミどころは多々あるけど、この子はもう大丈夫みたいだね。兄貴、ほな俺ちゃん帰るわ。兄貴を見習って本物の男になるための修行をするんや。小さいことからコツコツやるで。よ、一緒に頑張ろうぜ兄弟。そういや、まだお前の新しい名前を聞いてなかったね。俺ちゃんの新しい名前はな、黒金男児百類成功エンジン点灯ハンス。いや、ハンス残ってるけど。おかえりお兄ちゃん。お仕事お疲れ様。さっき白銀重工から連絡が来たよ。今から見つけた2台の知能重機を点検するみたい。
最後のパイルドライバーだけど、ベンさんが位置を特定したら DM で知らせるって。パイルドライバーを見つけるのも時間の問題って感じだね。今すぐ結果が出るってわけでもないけど。お兄ちゃん、それまでは何かやることでも見つけて暇を潰したら。また、うんがだー。